これは初高生ののぞみちゃんとその家族のアルバムとともに50年間を振り返る物語です。ねえねえおじいちゃん、このアルバム何？それはのうちの家族の思い出の写真がたくさん詰まってるんじゃよ。この高校生もしかしておじいちゃんとおばあちゃん？そうじゃよ、確か1965年頃かの。この時代は東京オリンピックで日本中が盛り上がったの。他にはビートルズが初めて来日したり、8時だよ全員集合が始まって毎週楽しみに見ていたんじゃ。のぞみのおばあちゃんと出会ったのもこの高校生の時じゃ。へえ、その時のお話もっと聞かせて。そうじゃの、そういえばあの日。クソ、俺のせいで今日の最後の試合に負けてしまった。何言ってんの、そんなことないじゃん。人一倍頑張ってたの私知ってるんだから。あとはアイドルブームが始まっても、特にピンクレディーを見ない日はなかったようなもんだったな。ただいま。おかえりなさい。ただいま。今から今日のピンクレディーが歌うわよ。夜のヒットスタジオ、まずはこのお二人からです。それでは聴いていただきましょう。ピンクレディーでペッパーケーブル。Thank you.
おばあちゃんの隣にいる小学生ってお母さんだよね。それにここはどこ？ああ、それはね、のぞみのお母さんがどうしても行きたいって言うから松田聖子のコンサートに行ったのよ。確か1985年くらいかしら。この時代は東京ディズニーランドが開園してね、みんなこぞって行ったもんよ。あとは松田聖子やおにゃんこクラブが大人気でね、のぞみのお母さんは松田聖子が大好きで家でずっと歌ってたんだよ。そうなんだ。お母さん今でも聖子ちゃん大好きだもんね。コンサートはどんな感じだったの？そうね、確か
とって希望のような存在になれてるかな。あ、この写真小学生の時のだ。懐かしいな。そうね、のぞみが小学生2010年頃かしら。この頃はのぞみも持ってる iPhone の日本での発売が始まったり、今ではみんなが使ってる Twitter のサービスが始まったりしたのよね。あとはこの時から嵐はとても人気ね。そういえばこの頃ののぞみはすごくやんちゃだったのよ。手がつけられなかったんだから本当に大変で。驚い